今日は中国の美少女ミアちゃんに浅草のある秘密の場所に連れて行ってもらいました。こちらは浅草にある江戸和装工房みやびさんです。私はうっかり遅刻をしてしまいました。お店のみやこさんに案内されて、まずは着物を選びます。見てください、こんなにたくさんの着物の中から好きな着物を選べるんです。男性用の着物もあるので、カップルで来る方にも楽しんでいただけます。髪飾りやカチューシャはこんなにあります。こちらは着物のコーディネート例。バッグもこんなにたくさんの種類の中から選ぶことができます。そして帯もたくさんの種類があります。種類がたくさんすぎて、着物初心者の私はよくわからないので、みやこさんに全部選んでもらうことにしました。早速着替えに行きます。荷物はロッカーに入れて着替えます。そしてこちらのお店では着付けの他にヘアメイクもしてもらえます。こんなに凝ったレトロな髪型に短時間でしてもらいました。早速ミアちゃんと浅草の街に出かけました。浅草は着物が本当に似合う街ですね。しばらく一緒に素敵な浅草の街並みを散策してみましょう。ミアちゃんはピンクの着物でガーリーな雰囲気です。浅草寺に遊びに行きました。こちらの雷門は撮影にいいスポットです。ミアちゃんと私はなんかテンションが上がり、楽しくなってしまいました。着物ってすごいですね。着物を着て綺麗にヘアメイクをしてもらうと、こんなに気分が良くなるとは思わなかったです。この時の情景は今思い出しても胸がキュンとします。そして浅草寺近くのみやこさんおすすめのお店に行って休憩しました。暑かったのでかき氷を食べました。こちらは宇治金時、そしてこのお店の名物のお団子、そしていちご大福のかき氷、全部すごく美味しかったです。帰りにスーパーボールすくいをさせてくれました。まるでタイムスリップをして昔の日本に戻ったみたいです。本当にいい思い出になりました。皆さんもぜひ体験していただきたいです。
今日もご視聴いただきありがとうございました。この Vlog を気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録いただけますと本当に嬉しいです。これからも東京ライフ Vlog をぜひよろしくお願いいたします。